キャッチするの。これというのはですよ。実際なんか、まあ、やったらもうずっと言うみたいな感じで本当に、まあ、本当であれば彼一人でやっているであろう、同窓会に本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。お客様から見まして後方に食べ物があります。フードコートの料理50人分なくなり次第終了となりますのでよろしくお願いします。お飲み物はソフトドリンクが、80人分まで無料、アルコールはキャッシュオンとなっておりますのでそのように思ってください。その他適宜またご案内させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。開演まであと10分ほどお待ちください。どうぞよろしくお願いいたします。最初にわわわっとご紹介というかこんな感じで今日イベント作りましょうねというところから始めていきたいと思います。皆様大体の方がツイッターを見て今日はいらっしゃったのではなかろうかと思っております。普段僕とまず僕とジャミーさんの関係から、うちのお客さんです。でこちらがジャミーさんです。よろしくお願いします。今日ジャミーさんに初めて会う人教えてください。すごく多い、すごく多い。ということは今手を挙げたみんながあのツイート見てなんて哀れな男なんだと思って来てくれたわけですね。ありがとうございます。ありがとうございます。彼の哀れさはこれだけじゃなくて普段も歩いてるとトンビに襲われて食べ物を取られたりしょうがないからたい焼きを買い直そうとたい焼きを買おうとして並んでると警察に職質されたり、原則的に不幸な体質なんですね。その中でから、まあ、僕は普段イベント東京でやってて東京でイベントやってる彼が常連さんなわけです。それで来てくれてある日半泣きで電話がかかってきて聞いてみたらカクカクしらじ型のチラシの内容 でうちのイベントでチラシ作ってる子に急いで頼んで作ってって頼んで、今回の運びとなっております。なので最初はもともと本当に同窓会のつもりだったんですよ。でやろうと思ってたんですけれども本当に連絡がつかなくなってしまい本当にどうしてそんなことになったのかかわいそうすぎるんですけども。で今日そんな中でオープンマイクやらせてください。30分30分で時間を大きく見ると時間を30分ごとに刻んでいきます。5分ずつ出演者前もって連絡をくださった方が5分おきに、ライブだったりとか朗読だったりとか音楽だったりとかいろんなことをします。次の30分はいわゆる交流タイムとしてみんな好きにしてくださいと楽器持ち込んでくださった方はやってくださったりとか、知らない人と声を掛け合って何か新しいものを作ったりとか全然自由にやってくださいという時間になります。そういった形で交流が取れるために最初にこの確認をさせてください。知らない人とこう、まあ、せっかく来たから知らない人と話しても良いというかどっちかというと誰とも話したくない人先に教えてください。もう知り合いが増えたら嫌だっていう誰とも今日は交流が取りたくない人手を挙げてください。今手を挙げてるのは僕だけということですね。大丈夫ですね。ありがとうございます。ということは、話しかけても別に良いということでいいですかね。原則的にはまあまあまあこう大なり小なりあるとは思うんですけど原則的には声をかけて指令が増えて問題はないということだと思うので逆に、こっちから簡単なルールを2つぐらい作らせてください。離れる人を追いかけないでください。トイレに行くとかドリンクを取りに行くとかどんな理由でもそこから立ち去る人を追いかけないでください。こういうイベントやっててよくあるのが帰り道を追いかけるやつがいるんですけどそれもやめてください。なので あくまでこう同窓会ごっこなんで、はい、今日はで同窓会ごっことしてジャミーさんに話しかけるときは必ずよう久しぶりと言ってください。お前全然変わらないなと言って話しかけてください。お前ずっとこうやんみたいな感じで必ず話しかけてあげるようにしてください。2つ目がお酒を人に勧めないでください。知らない人と話すときにですね頑張ってお酒飲む人いるんですけれども量の調節ができなくなってしまう人がいらっしゃるのでもうお酒は人に勧めないでください。この2つだけ守っていただきますお願いします。それからですね最後になりますが本日なんと日本テレビが来ております。多分受付で聞いたと思うんですけれども、そちらの日本テレビの大場さんです。よろしくお願いします。大場さんから簡単な質問お願いします。よろしくお願いします。日本テレビから来ました。撮影に来たんですけどちょっと面白そうなんで僕にもぜひ話しかけてください。東京だとガキツカとか笑ってはいけないとか何でもやっていたので裏側いっぱい教えるのでぜひ話しかけてください。笑ってはいけないでバスに乗ってたんでこれいい役所しますね。まあ、同窓会なんで高校の時に
僕は人生で初めてやった曲を一人で弾き語りでやろうかなと思います。で今は一人ですけど、ラストにバンドで高校の時みたいにエレキギターを弾けたら嬉しいなって思ってます。なのでこの楽器できるよとか歌えるよとかいう人いたら一緒にやりましょう。では聴いてください。 Going Steady でもしも君がなくなる。それで今日は音楽でプロの方もいればプロを目指している方もいらっしゃると思うので、ここでちゃんとジャミーさんについて解説してあげたいんですけど、別に彼はマジでただの軽音部の元 OB でだけなんですよ。今僕なぜか彼のために言い訳してるんですけど、さらに言うと、同窓会も別に彼がやりたかったわけではないんですよ。こうと OB のグループとかあるじゃない、グループラインとかあるじゃない、そこで会ったらいいよねみたいな時、あ、じゃあ俺が会場に行ってサインを書くよと言っただけなんですよ。みんな本当連帯保証人にならない方がいい。本当にもうこのまま上がって準備ができたらすぐ始められるのでわけですね。そんな中で Going Steady もしも君が泣くならばやっていただきましたが、このノリでこのまま次リンクオブダニさんですね。同じくやはり Twitter でこのイベントを知ってですね、来て面白そうだから来たと、いわゆるラウド系というか、うわーみたいな感じのとてもパワフルな方々でございます。
してないんですね。どうしても箱がこういう形だとライブしてると思ってしまうんですが、同窓会なんですよね。すごいみんな久しぶりでしょ、会うの。久しぶり、久しぶりみんな。全然変わってないやん。はは、OK です。始めてもいいんですか、喋ってもいいですか。はい、アカネ&ミームのアカネです。よろしくお願いします。はい、ミームです。よろしくお願いいたします。普段、私たちこうユニットとかでやってるわけじゃなくて、まあ同窓会やからっていうことで、集まっただけの年も全然違うんですけど、そうそう、全然ね。全然違う。なんか同じ年、同じクラスやって。今日は同じ年の方がいいじゃん。ね、まあよろしくお願いします。いや、ジャミーさん、ジャミーさん、あ、ジャミーさん久しぶり。元気？元気？元気？文化祭一緒に出たよな。あ、出た出た出た。懐かしいな、ほんま。初対面。いや、懐かしい。ね、今日あの曲やりたかったんですけど、ちょっとね、予定がありました。そうそう、この後もね、ちょっとライブとかがあるので、またね、スタジオ入りましょう、一緒にね。Dさん、こうやってモニターどうなりました、結局。モニターって、文字のやつ。あ、うん。あ、文字？うん。あ、じゃあ、それでお願いします。すいません。私たち、まあ、普段私結構ハードロックとかやってるんですけど、彼女はこうアニソンのカバーシンガーやってまして、はい、で、まあ、一応ね、そのアニメ系のイベントでちょっと一緒になったことがあって、今日はあのマクロスデルタっていう作品の、破滅の純情っていう曲を1曲カバーして、はい、まあ、盛り上がっていただけたらなと思っております、はい、手拍子よろしくお願いします。では、聞いてください、破滅の純情。オモクソからオケでおもろいよな。そう、いや、同窓会やからね、せやな、今日はそれでいこう、せやで、うん、よろしくお願いします。
彼女以外の女の子が涙流すような過去を語るなんて楽観的になれよなんて言えない君の話ただ俺バーを聞くだけ気分を少し変えたいって言うからそれじゃ俺のバイクにフォーを乗るかい俺にしっかり捕まえ落ちるなよ次のカーブは少し来る落ちるなよ君の感覚悲しそう落ちるなよ今の君がいるか少しスピード落とすんだですね、4名の出演者が出終わったところで僕はもしかして嘘つきを量産しているイベントになってしまったかもしれないと思い始めているところです。では岡崎さんが出られましたら、続きますのがラップをなさいます異次元さんに登場していただきます。異次元さんのご用意ができました。そう、さっき喋ったかもしれないけれども僕自身は東京でイベントをやってて仲の良い他人を作るっていうコンセプトでイベントをしてて知らない人同士をどうにかマッチングって意味ではなくて知らない人同士が話しやすくなるようなイベントは作れないかなと思ってやっております。いきます。いけそうですね。それに合わせてここでも手伝えればと思った次第です。準備ができましたのでそれでは始めていただきます。異次元さんです。お願いします。ジャミー久しぶり。久しぶり。実は俺もさ、最後に会った時から俺も結構不幸なこといっぱいあったんだよ。去年俺いろんなところイベントやるようになってさ、去年イベントやって炎上してさ、リピートが1500ぐらいいてさ、ブログのアクセスも1万超えてさ、悪用は立っちゃったんだ。で今年2月15日東京イベントやるぜって言って俺裏方に入ったんだよ。後輩が主催やるって言って、でいっぱいいろんな人がブッキング決まって出演者決まって、でも出演者が10人決まったんだけど裏方に俺がいたら出たくないって言って10人消えたんだよ。お前の気持ちも上がるよ。っていうか俺より
お前のがすごいよ。俺はまだ10人消えたけど10人残ったから。だからそう言ってみたら俺はまだ負けてるかもしれないけど、でもやっぱりいろんなことやってたら嫌なこともあるし、でもその結果成功するし、俺も2月15日に1ヶ月前に人減ったけど、それでも最後は人数集めてライブできるから、そういうなんか負けてもこけても続けていくのが俺大事だと思ってて、あれから音楽まだやめてねえし、やめてくやつもいっぱいいるけど、俺はまだ続けるし立ってるし、そんな曲を作ってきたから聴いてくれ。えい、いつまで夢見てんだって現実を見ろよ。薄い鼻から諦めてなくて言われたくはない。生きたい道を行くよ。気づけば俺一人、昔の立ち位置か油屋に俺たちは祈り、身の目まだ熱くないし、ここは一人暮らしの無人島ってことでいいんだよね。え、お前の夜のまだイベント一周年経ってないのに、なんならアルバム一枚も出してないのに、それと比べてあいつは売れたらな。俺のイベントならノーケのあれ今後も出ますって約束したけど覚えてるかな。覚えてるわけがないよな。今 DM したって返事もきっと来ないんだろうな。売れたいとかで始めた音楽じゃないのに、売れたいと思ってる俺ってどうしようもないよな。そのうち今からポートリーガップっていい加減目を覚ませよって言いたくもなるし、寝ても覚めてもずっと夢見がちなんだ。あるでおかしいな、俺不眠症なはずなのにな。本当はとっくに諦めてた、ガキの頃に感じた何でもやれる、全てが幻想はずらごとレインボー、そこに気づくのが俺は遅かった。やめた、本当はとっくに諦めてた、ガキの頃に感じた何でもやれる、全てが幻想はずらごとレインボー、そこに気づくのが俺は遅かった。あいつは仕事で、あいつは家庭が、あいつはお金がっていちいちうるせえよ。人と違うことしてんのに本当は俺もそっちに行きたいんだってこと君たちは知ってるかい。でもあいにくその才能もなかったような、普通の暮らし普通の幸せ、それは普通じゃなくて奇跡そのものなんだよ。その普通の世界に閉じ込められたんだから、いいよ勝負してやろうじゃねえか。天才でもない凡人でもない板挟みのこの俺、負けるの音覚えが激しく聞こえてくるこの時、たま出る前に起きるんだあいつらの顔が、今頃どこで何してんのかな、考えたって全く意味はないんだけど。同窓会としてみんなちょっと見ないうちに随分さまざまな道にいろんな角度がついたな。みんなありがとうございます。ということでこの後、いわゆる宴会というか交流タイムに入ってまいりたいと思います。重ね重ね知らない人に声をかけることになりますので、離れる人は追いかけないでください。楽器の演奏したい人はどうぞ。カラオケやりたい方がいましたら私までお声掛けください。ジャミさん何か言いたいことある？ドラム片付けるんでおばあちゃんたち来て、はい、それでは、同窓会ごっこだと思って乾杯の温度を飛ばせていただきたいと思います。皆様ご起立のご協力をお願いいたします。飛び物ない。じゃあ、ジャミさんから乾杯って言っていただいていいですかね。はい、じゃあ、いきます。乾杯。では、 DJ の MO1 回お願いします。カラオケはしないです。ありがとう。みんなご飯食べてますか？はい、多分まだまだあるんでいっぱい食べてください。本当に来てくれてありがとう。次は、まあ、ゴーイングステディと並び僕の青春のバンドブルーハーツから一曲やろうと思います。では聴いてください。チェインギャング
すごいなぁ、そういうことなんですね。はい、それでは準備ができましたようなので、そんなジョニーさんの、懐かしの同級生ジャグラー一輝さんです、お願いします。ジャミ君久しぶり。久しぶり。いや本当びっくりしたよね。まあその高校生の時と服が一緒。そうそうずっとそのね、そうね、本当ね、みんな制服なのにその一人だけなんか感じで、その感じがすごい懐かしかったです。いや本当にね、文化祭でもね、ちょっとねやらさせてもらったけど、ジャグリングで、ね、結構レベルアップしたんで楽しんでいただければと思います。それではお願いします。皆さんこんにちは。これは嘘ではないんですが、軽音楽部でした。はい、今は、ソロで歌ったりとかバンドとか、まあ、いろいろやってます。昨日もね、大阪でライブをして、大阪は結構月1ぐらいで、はい、来てますので、よかったら仲良くしてください。よろしくお願いします。新ビデオのディスコードを落としてね、もうちょっと待って。何話そうかな、軽音楽部の時の思い出話します。いや私本当はなんかバスケ部に入りたかったんですけど、なんかバイトするんだったらバスケ部は無理だって先生に怒られてですね、なんか週2でバスケができると思うなって怒られて、でなんか軽音楽部に行ったら、なんかあれよあれよという間に軽音楽部に、はい、入ってて、バスケは結局やらずね、3年間歌を歌って、文化祭もね出ましたよね、ジャミーさん。出たいっぱい出たよ。いや私すごい本当にね、忘れられないのが文化祭で、今ねこうやってライブをやってるんですけど、ライブでそんなんやったことないんですけど、最前列の人にこうやってタッチしましたもん、こうやって。やってたそれやりたいですよね。それやりたい、やりたいなと思います。ぜひ今日もう一回やる、それじゃ。いや、やりたいっすね。今日この後歌うのはオリジナルですか、それとも、はい、今日はそんなね、軽音楽部の時の思いを乗せて作ったオリジナル曲を歌いたいと思います。オリジナル曲なんですけど、1曲だけ、皆さんが簡単に声を出したり振り付けがあったりとかするんですけど、簡単にできるやつを持ってきたので、ぜひよかったら一緒に手だけでもやってもらえたら嬉しいなと思います。はい、では一緒に胸を張って踊ってみてください。六等星。赤い袋にはカタカタ3文字でカンパと書いてあります。
どうか津軽三味線の寄せて返す波のようなメロディーに乗せて、思わず財布の中から飛び散る波のようなピラピラしたやつが、ピラピラしたやつ言っちゃよくないなあるとよろしいかと思います。はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではお願いします。津軽三味線さえさんです。じゃんじゃん久しぶり。いやマジで久しぶり知らん間に津軽三味線やってました。そう、なんかね高校の時やってなかった。うん、そうやってなくて、で弦楽器をそもそもやったことがなかったと思うね。歌ばっかりで、うん、歌ばっかりで弦楽器なんかやったことなくて、初めての弦楽器が津軽三味線って意味わからんの。大体なんかギターから始めてみたいさ、ベースかっこいいとかなるけど、なんでも自分でもよくわかんないで、まあ津軽三味線始めたはいいものの、なんかやっていくうちに津軽三味線って、まあ、ご存知の方も多いのかな、いらっしゃると思いますけど、まあ、吉田兄弟であるとか、最近やと何あの和楽器バンドのベニさんとか、結構津軽三味線奏者でまあまあ有名な方いらっしゃると思うんですけど、それでまあそのバシバシ結構、ね、力強く叩くのが奏法として、まあ、ポピュラーな奏法なんですけど、もう私5年目になるんですけど、津軽三味線やって5年目になるんですけど、やっと気づいたんです。5年目で私津軽三味線得意じゃないって得意じゃないって気づいた、まあ、ちなみにその津軽三味線っていうか、あの民謡もやるんですよ。民謡、まあ、歌い手さんがいて、でそれの伴奏として三味線弾くことが結構あるんですけれども、そっちの方が好きで、でまあもともと津軽三味線って、まあ、青森発祥の、まあ、三味線なんですけど、なんかもうバシバシ叩くよりなんかしっとり弾いときたいなみたいな、伴奏やっときたいなっていう方が強くて、もうなんか最近津軽三味線向いてないんじゃないかなって思ってるくせに、なんかここにいます今日。じゃあどうしよう、キャンセルにしますとりあえず弾いて帰ります、弾いて帰りますなのでまあなんか広い目で見ていただけたらと思います。でまあ津軽三味線、津軽ね、ジョンカラ節っていうのが、まあ、多分有名な、まあ、1曲だと思うんですけど、津軽ジョンカラ節っていうのは基本アドリブなんですね。だからその人それぞれのジョンカラ節があるんです。なので今日は私の津軽ジョンカラ節を弾いてみたいと思います。で基本静かに聴くものではないと私は思ってるので、なんか良きところで良きところでなんか声かけてもらったりとか拍手とかしていただければと思います。ゲマ節ですね。普段は、詩の朗読を行っているそうです。本日はツイッターを見て、大変だということで駆けつけてくれたジャミーさんの同級生ですこんにちは、ゆうからと言います。ちょっと無理な
ありますが、同級生の言うからと言います。今皆さんに必要なのは信じる力です。拍手お願いします。参りましたということで、あ、いつかない、まあいいや。そしたらですね、曲の方もお願いしてるんですが、最初のものが終わって手を挙げたらかけていただけるとありがたいんですけれども、いいでしょうか。ありがとうございます。それではちょっと詩を2つばかり読みたいと思います。ジャミーさん、ちょっとこういろいろあったみたいな約束っていうのはちょっとものすごく難しいものがありますよね。それにちょっと引っ掛けたというのはおかしいという感じの、 約束をテーマにした話、詩を読みたいと思います。いつか、いつか会おうねは会わないってこと。いつか行こうねは行かないってこと。いつか、それは永遠にやってこない明日。期待を残したまま埋まらない距離。あなたと私に横たわる紡がれない切れた糸。それはどちらかが意図して切っているから永遠なんだね。どんな陳腐な約束よりもうんと強固な石がぶら下がり、永遠に届かない約束に仕上げる。いつかまたね、いつかきっと、いつかは誰かを救いながら誰かを殺していく。ほら、あなたの横にもいつかの約束が転がったままだ。いつかでした。これでちょっと終わるのは嫌なのでですね、次のはぜひそんな中から立ち上がって進めという詩を読みたいと思います。出発の発っていう字を使って立てと言います。お願いします。曲の方いけますかね。立て、立て、たとえ今暗闇の中にいても立て。一人だと嘆かずに立て。そこにうずくまってないで立て。己の足で立て。立て、立て、立て続けに憂いが流れ込んでくる前に立て。その足で立て。立てまつられる前に立て。自分というものが奏者、花火師あんこです。よろしくお願いいたします。そっから来るんだ、いいよ、行きな。花火師はですね、本名が別にあるんですが、実はクラシック交響楽団の奏者として普段は活動しております。で、本当に交響楽のバイオリンの演奏やレッスンというのは大変厳しいものでして、場合によっては礼をしてよろしくお願いしますと言って楽器を出しただけで今日はもう帰りなさいと追い返されるんですって。厳しさの意味がもう正直ちょっとよくわからないんですけど、そういうのは決して珍しいことではないそうで、何度もあるそうです。そういう中でやってきて、彼女がもうすぐ二十歳になるかならないかぐらいになったところかな今で、クラシックの交響楽の大変厳しい世界と別にみんなの前で何か楽しくやれるものもあるんじゃないか、新しいバイオリンのやり方もあるんじゃないか、そう思った時にジャミーさんのツイートを見て今回参加を決意してくれたそうです。だよな、はい。今日までですね、なんと彼女もう3歳ぐらいからバイオリン始めて、今までバイオリン以外一切全くやってこなかったということで、聞いてみたら漫画とか紙の漫画を手にしたこともない。アニメはさ、っていうかテレビはサザエさんかニュース以外見たことがない。本当にバイオリンだけに時間をかけてきたところから、みんなの前で何か楽しくやれたりとか、一人ぼっちのジャミーさんと一緒に遊ぶことができればなと持ってきてくれた花火師あんこです。準備はできましたでしょうか。それでは花火師あんこのバイオリンです。あ、ちょっと待ちます、もうちょっと待ちます、もうちょっと待ちます。
弾くことの方が慣れてないんだよね。じゃあ準備ができましたので、めちゃめちゃ緊張してる。どうぞ。久しぶりにみんなでやって、ライブ会場でも借りて久しぶりに楽器を触ってライブごっこでもしようよと言って、10月にそんな形でこちらの会場を抑えまして2ヶ月が経ち3ヶ月が経つ頃にはなぜか LINE は誰も既読がつくだけで無視、返事は返ってこない、みんなどうする、言ってももう返ってこない、仕方ない、じゃあ僕イベントにするよ、返事は返ってこない。実は私自身が東京でイベントをしております、司会進行をしております新緑です。改めてどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。実は私とジャミーさんは、お客さんの関係です。私がイベンター、ジャミーさんがそこに通ってくれるお客さんという形で東京の私のイベントに通ってくれております。そこでジャミーさんから半泣きで電話がかかってくるわけです。新緑さんどうしよう、もう会場費がほんちゃらかんちゃらで、今のところ俺しか折れへんねんけどみたいな、もうちょっと関西弁は喋られへんないのでそこはご勘定くださいね。合ってる、合ってる、ありがとうございます。どうすればいいんだと言われたので、こんな文章を作ったら誰かが見てくれるかもしれないよと言ったところ、見てください、ここにいる素晴らしい面々が同窓会をしに来てくれたのです。みんなに拍手だ。本日ここにいる全ての方がジャミーさんの同窓生ということでよろしいでしょうか。せーので、みんなで、ね、みんな久しぶり、せーの、久しぶり。皆さん嘘が上手です。拍手をお願いします。あのクラスから解散して卒業してから早育成層、いつの間にかみんな職業が変わり、やりたいことが変わり、年齢も変わってまいりました。さまざまな年齢層になりましたが、それでも同級生のあの思い出は架空の中で忘れられることはありません。
この中でですね、本日もジャミーさんと一緒に、30分間の皆様がご希望してくださった助けてくれる人の出し物タイム、その後は皆様で交流を取りましょうの時間、全4回のうち次が3回目になります。大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。本当に何と言えばいいのか不幸な体質ジャミーさんです。歩いて飯を食ってるだけでトンビに襲われるような男です。なんとなく道にいるだけで職務質問を受けてしまうような人です。そして仲間からは既読無視をされるような人です。しかし見てください、ここにいるみんなのおかげで同窓会がもはや一人ぼっちではありません。皆様本当にありがとうございます。それでは、ジャミーさんには本当はここで歌ってもらう予定だったんですが、時間がないのでもう下がってください。はい。心優しく歌ってくださる次の出し物、シンガーソングライターはユーキャンさんです。準備できましたか？それでは改めて大きな拍手をユーキャンさんです。よろしくお願いします。はい、今日は神戸から来ております。なんか東京から来てる人もいるんで、神戸って言ってもなんかすげえしょぼいように思われてしまうかもしれないんですけど、神戸から来ております。大体2時間ぐらいだったかな、それぐらいなんで近いような遠いようなそういう感じで、で、お久しぶりでーす。ジャミー君とはですね、そう、もう多分ね、小学校ぐらいの時から幼馴染なんですよ。そう、うさいけどね、はい。でね、小学校の時、秘密基地の近くで特に夏場バーを一緒に食べて、アリを追っかけ回して、でアメちゃんをこう落としたら、まあアリへの餌やなみたいな感じで、うわーみたいな感じの小学校時代を送っておりました。で高校の時は慶応で一緒だったんですが、なんかね、毛色がちょっと合わなかったんですよね。なのでちょっとあんまり喋っておりませんでした。けど本当あの頃のことを思い出しながら、特に思い出すこともないけど、アリの歌を歌おうと思います。突然降ってきた大粒の雫、赤かった雨がきた、きっちり行列を出してあいつに従って、目の前の甘さに甘えないように、軽音部で一緒でして、僕がイギーポップのコピー版を一緒にしたんですよね。懐かしい。イギーポップですよね、確か。そうやね、2人で上半身裸になって、うん、わーってやって、イギーポップとニルバーナやったと。あ、そうです、ニルバーナやりました。あれですね、あのティーンのスピリットの一部爆笑で、ですね、その高校の軽音部時代にジャミーさんがなんか僕にですね、なんか僕一人のためになんかものすごい前衛的な詩を読んでくれたんですよ。でそれでなんかすごいびっくりして、それが今でも覚えててですね、そのジャミーさんが読んでくれた詩を今朗読しようと思います。顔面に沈み込まない都が、顔面に沈み込まない都が、俺には遠目で見えている。マンモス売りがドタドタ何人もいる。喧騒を生むのは彼らか、はたまた道路の右側ラスベガス売りのせいなのか。私はもちろんマンモス売り、肉を売る前にやることがある。過ちに気づいた母さんを冷凍保存で閉じ込める。私はもちろんラスベガス売り、街を売る前にやることがある。カジノで稼いだドルすべてコーヒー豆に変えてやる。顔面に沈み込まない都で行われているのはデイトレーダーによるチョコレートの買い占めです。俺たち反政府軍はネットバンキングにハッキングし、すべてをガーナに送金しています。聞いてくれ、目を覚ましてくれ、
言葉が溢れている世界にポエジーは必要なのだろうか。俺は愛と同程度に感じるものだと思う。だってあなたがこの手のひらを温かいと信じること、信じさせること、血が通っていて生命を感じるような、そう、友人が死んだことのないような顔をして喜劇を演じる温かみのある。演奏してくれるダダダイコさん、他の方もですね、何かやってよと言ったらやってくれるかもしれませんが、それはご本人たち次第なので、ちょっと私には分かりませんが、ぜひとも気軽に声をかけてみてください。はい、何でもやります。ダダダイコさんは何でもやってくれるそうです。大阪じゃないところから来た人どれぐらいいますか。あ、すごい。え、一番遠いと思う人、俺東京です。東京より遠い人、あ、いないか。東京、東京組、あ、すごい、あ、すごい。どうしてどうして来たの、どうして来たの。面白そうだったから、面白そうだったから来たの。バカじゃないの。迷子だ、迷子だ。それな。準備ができましたのでお聞きください。ダダダイゴさんです。はい、皆さんこんばんは、ダダダイゴです。本日はよろしくお願いします。というかですね、普通に田んぼの田と書いてダダダイゴです。本日はですね、シフトが入ってなかったのでやってきました。よろしくお願いします。でですね、近畿大学生なんですよ、今21歳で。で、カンパを渡したいのにないんです。ただ今日 CD 持ってきてて、それで誰かが買ってくれたらそのお金の半分ぐらいをカンパで渡したいなって思ってて、よかったらそんな感じで考えといてください。
級生ではありません。ちょっとそんな感じの湿った音楽鳴らしておいてください。一人だけジャミーさんのことを生まれた時から知っている人が今日来てくれています。ジャミーさんのお母様です。どうぞどうか皆様拍手でお迎えください。ジャミーさんのお母様がどうしてもみんなの前でブルーハーツが歌いたいそうです。ジャミーさんのお母さんです。よくわからない陽気な拍手で迎えてください。一体母です。いただきましてありがとうございます。ジャミーなんですけれども本名吉崎康美。言っちゃうんだ。あ、言うたらあかんかいな。あの名称ええけど、ええけど、あのエピソードちょっと何個か、幼稚園年少さんの時のエピソード。お母さん、お母さん、くーちゃんにはな、僕っていう名前があって、エピソードその2。お母さん、お母さん、うちの種なしぶどうこんなちっちゃいのに、まこたくんとこの種なしぶどうこんな大きいねんで。そりゃそうや、うち姉ちゃん2人おるから3等分や。そんな、まあ、別の人間なんですよ、吉崎康美が。小学校4年、どんだけ謝りに行ったことか、手が早くて、すんません、すんませんって、こいつにもすんません、すんません、謝れ。後で聞いたら、だってあいつなって、お前とこお父さんおらんやろって言うたから、どついたった。そらそうやって言います。そんな感じで。二十歳になった時、親はなって一万分の一も子供のこと知らんねん。そんでな、親の顔してるだけやねん、なんも分かってないって言った言葉、15年経った今も心に焼き付いてます。23の頃、おかんな、待つっていうのはな、期限決めて待つってことちゃうねん。待つっていうのはいつかわからんねんけどな、見守るっていうことちゃうんけ。これも心に残ってます。こんな風にお集まりくださって、高校自分の皆さんもまたいろんな形でいろんな年齢層の同窓生の皆様、本当に本当に本当にありがとうございます。一言お礼、二言、三言、四言、五言、五言、お礼が申し上げたく、あのブルーハーツの情熱のバラ、情熱のバラ弾ける？適当に。オーケーオーケー。もうみんなマイクをよ、母ちゃん。マイクをマイクをマイク。ありがとうございます。私ね、どこで入るか分からない。曲を知らずに適当に入るって人と、どこで入るか分からない人ね。誰か弾けます？情熱のバラ。弾ける人います？すいません、これあのお笑いではないんですよ。すいません、誰か弾けません？おちゃんからとは違いますね。じゃあ鼻歌だけでも言うと多分ダダダイゴが分かるんで、どんなメロディーかだけ振ってあげれません？ラララララララ、ちょっと一緒にやってラララララ。
おお。ドラム誰か入れます？ありがとうございます。時間は大幅に押してしまうんですが、せっかくなのでみんなでバカになってはいかがでしょうか。これはジャミーの同窓会なんですよ。私のちゃうんですよ。ちに皆様どうぞ前の方へ。もうこうライブになることではないので、クオリティはもう予想つくじゃないですか。みんなで何とかするんですよ、クオリティを何とかしてあげるんですよ。私たちは今救うべき人が2人に増えた状態なんですよ。わかります？何とかしなきゃいけない人間が増えたんですよ。前の方に来てバカになってあげてください。定時制で入ったからさ、なんかちょっとね、
なかなかちょっとこう授業中たまにしか一緒になったりとかしなかったんですけど、なんかいつもあの軽音部なんか音が結構あの響くから、まあ、なんかちょっと通るときにちょっと覗いていったりとか、まあ、ちょっと一緒にコンビニ行こうぜとか行ってたりとかしたんですけど、まあちょっと私はちょっとそこからいろいろあって、まあ、ちょっともともとニコニコ動画っていうところで私歌ってみた投稿してたけど、なんかいつの間にかなんかいろいろあったんだよ。でなんかいろいろあって、今カツオを歌ってるみたいな。でもそうなんかいろいろあったんだよ。それはもう察してくれよ。うん。だからもうちょっとね察したでしょ。うん。いつもじゃあちょっと今何してるかっていうと、まあライブに出るじゃない。まあもちろんライブのパフォーマンスするじゃない。でお酒をね良かったよって言って奢られるじゃない。床で死んでんの。うん、なんかそんな感じ。でも今日というかね、今年私目標禁酒なんですけど、ちょっとねさっき誓いのカフェバーを下ろして、はい、乾杯したところです。コンバットっていうのはねこのことですけれども、はい、ちょっとねそういう感じなんで、ちょっと今日はカツオブシンガーらしく、まあ、自己紹介も兼ねて武士見出していきたいなと思って今日は。ここにこの同窓会にね来ました。はい、まあね、ちょっと私のことを知ってる人も知らない人もカツオ食べたい人もなんかちょっとこの辺に寄ってきてくれたら嬉しいなと思って、まあ、寄ってこなかったら私が寄りに行くんですけどね、うん、はい、じゃあちょっとお願いしましょうか。眩しく売れ人とぶっせお好み焼きにもぶっせ勝利の味に固くガッツポーズナスコール幼いアルコール飲み寄せダンスホール踊るよ。いや飯の上でも節は踊るよ。クイア最近知った武士の意味カツオ武士じゃん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 。リゾートの中には星しいだけバカみたいに稼いでも寂しいだけ財布の中はなんでいつも変わらないんだ。気づいたら買っていたの武士じゃなくてさばかんな花カツオのパッタパッタカツオ一択あらかるとるまカツオブシじゃん。お久しぶりです。久しぶり。ジャミーさんとは私は高校時代の同級生ではなかったんですけれど、ちょっとインドに仏教のお勉強しに留学した時に現地で知り合ったのがジャミーさんで、そうなんか随分色の白い方がいるなと思って話しかけたら日本人だったんで、そこでちょっと意気投合したっていう何でしょう、そのインド留学中の同級生なんで、ちょっと今日はですね高校の同級生枠とは違うんですけれども、来させていただきました。ありがとうございます。この説はお世話になりました。で当時ジャニーさんはですねやっぱりちょっと独自のねファッション文化をインドでさらに磨いていて、そのインドのバザールで買った布を今腰に巻いてるやつなんですね。そう、私が来るっていうことでちょっと今日はねこの布をね巻いてきてくれたっていうことで嬉しく思っています。はい、でまあそれからね結構な年月が経ちまして、もうマスクメイドも200歳になりまして、今はですね東京にいるんですけれども、ちょっと東京と関西で距離はあるんですけれども、
れからね、そういろいろあってマスクメイドは今ね、東京で言葉を振り回しながら英語をしています。はい、今日はですね、そうもうね、インドの同級生のジャミーさんが大変ということで、あ、なんかくっそ面白そうだなと思ってね、東京から自腹で駆けつけました。赤字です。そうなので皆様に一つお願いがあります。これからですね、外場の曲を1曲やるんですけれど、もし面白かったらぜひ CD を買ってくれた、面白くなかったらいいです、面白くなかったらおもんないって言ってくれればいいんで、面白かったら CD を買ってください。で、多分曲を聴いた後に新録さんは曲聴いた後だったら、さっきのボーカルの声かけをね絶対しなかっただろうなってマスクメイドは思っていて、マスクメイドちょっとカバー曲はね歌えないんですけど、こだわりとかそういうんじゃなくて、なんか物理的に歌えないんだなっていうのを聞いた後だったらお分かりいただけるかと思います。それではお聴きください。あ、ちなみに最後にあれだ、コール&レスポンスの曲なんで、皆さん今日はね、ジャミーさんと同じ温かい心の方々だと思うので、一緒にレスポンスをしていただければと思います。それではお聴きください。外場バギクロス大丈夫、みんなが知っている言葉しか出てきません。まず最初、マスクメイドがアシュラ観音と言います。皆さんは阿弥陀観と返してください。君は知らないんだもんね、みんな。え、ぶっちゃけ知らない人教えて、よく分かってないんだよ。終わりだ、もう終わりだ。別のリンダリンダにしよう。リンダリンダならいける。リンダリンダ言える。エレキギターどうしよう。リンダリンダの阿弥陀観でいける。ゾウかミラノ、これで終わりなんで。
みんなで最後に前に来てあげてください。